います。逆やな。効果。唇を噛みまくってね、熱いものを食べると、その傷口に染みることが分かった。すげえ食べづらい。すべての、こう、口に入ってくる食べ物を全部左に持っていく感じ。俺ね、株が嫌いかもしんない。おそらく。痛いな。ネギがよう収穫できるわ。株ね。俺の勝手な想像で、大根と株って形が違うだけで一緒だと思ってた。今日の今日まで。ただ自分が取った株が味が違うのかどうかわかんないけども。全然大根と味が違うことに気づいた。で、私は株が嫌いだ。味が好みではない。ということに気がついた。納豆って見た目ちょっと気持ち悪いな。よくここまでの形にして最初の人は食べようと思ったよ。本当に痛い。これはちょっと問題でもある。なんか、カブのスープを作ったんですけど。株の出汁が出てんのもどうも味が好きじゃない。ちょっと昆布出汁とか使って味をこう変えたり、それでも。その株の味が、なんかものすごく嫌になって、生姜を入れたりして、
読めようこのネギね、友達にもらったネギ、おそらくスーパーとかで買ったネギが、何回も収穫できるんですけど、今までになかったよ、こんな収穫できるの。びっくり。地植えしたことなかったっけな、こういうスーパーのやつ。なんか水につけたイメージがあるな。なんか、キッチンとかで。でも地植えしてるんですよね、畑に。とはいえね。とはいえこんな。しかも、なんかこう。成長がこう遅くなっていくとかじゃなくて、常に結構取れるんですよ。ずっと何回も。常にですよ。勢いが止まらない。このネギは。いや、自分でね、自分で植え付けた20日にが今ガンガン鳴り出してるんですよ。追いつかないの。そっち食べてないの全然。まあある意味ね、贅沢ですよね。これ歩いてたら、以前は歩きながらモリンガを育てて、モリンガを食べて歩こうかとも思った。出発時期11月だから、ね。成長止まってるでしょうみたいな。お、右でもなんか自然と食べれるようになった今。意識するから噛むんでしょ、ダメだ。普段テレビをつけて、うちはテレビないけど、テレビを普通の人がつけて、地球が異常だって、何回耳にする。しないでしょ、あまり。外を歩いてて、地球は異常だって目にする。そんなしないの。めちゃめちゃ異常なわけよ。でもなぜそこまで危機感を持たせないかっていうのは、やっぱり経済を回すためなんですね。歩いてたらみんなが目にする赤い自動販売機、コカ・コーラですね。温暖化、
よく描いてるよね。横に白熊の絵が。俺旅してて、ほんとよく見たよ。ほんとによく描いてたね。氷が溶けてるよとか。温暖化が進んでるよと。矛盾してるんですよね、あの自販機もね。コカ・コーラの裏は知らないでしょ。トップ3に入るぐらいのレベルの。調べてみてください。